どうもこんにちは、まごちゃんです。今日はですね、グローハイパー買って1ヶ月経過、これまでの、レビューをしたいと思います。はい、前回あげたね、あのグロー買いましたっていう動画がなかなかに好評いただきましたので、引き続きね、1ヶ月一応経ったレビューなんかもね、ちょっとしてみたいなと思います。はい、というわけで、グローでございます。グローハイパーですね、ごめんなさい。はい、一応ね、買ってから1ヶ月も以上経つのかな、だって吸ってますけども、非常にね、やっぱりキック感もあって吸い応えもあるんで満足してます。はい、まあ前のグローよりもまあやっぱいいよね。うん、キック感も強くなったし、まあ値段も高くなってるけどね俺の買ってるカートリッジでいうと10円値上げしたんで、値段も高くなってるんでね、その内容も濃くなってないと困るって話なんですけど、非常に満足してます。はい、ただまあ1ヶ月使ってみて、まあ思うこととして、まずね、あのね、電池の持ち悪いかもしんない。うん、最初に使ってた、俺がグローを使ってたやつよりも電池の持ちが悪いんだよね。一応さ、交渉で20本吸えるって多分交渉なんですよ、グローって。そういう意味でそこは満たせてんだけど、いや満たせてっかな、微妙かな、ちょっと分かんないけど、でも前のグローだと多分30本ぐらいは吸えた気がすんだよね。うん、多分前のやつの方が充電の持ち絶対良かった。うん、こっちはねやっぱ悪いっす。うん、それに比べてね、うん、多分1箱は吸えると思うけど、ちょっとね怪しい。うん、なんでちょっと充電持ちは前のグローの方が良かったかなって思いますね。うん、多分まあ前のグロー吸ってる人は同じこと思ってんのかなと思うんだけど、前のグローよりちょっと充電力というかがちょっと落ちてるかなって思いますね。はい、次に挙げたいのが、あのね、熱くなりやすい。うん、まあこれグローの総じての前のやつもそうだったんだけど、本体がねすげえ熱くなるのよ。うん、ただ前の方が多分マシだった。うん、ハイパーになってから熱くなり方がちょっとやばい時があって、ちょっとね、もう熱くて持てねえみたいな、あちゃちゃちみたいないう状況結構あります。だってなんだろうな、本体のこの熱伝導率みたいなのつったらいいのかな、ちょっと良くない、で良すぎるのかな、伝導しすぎてるから熱くて持てない時あるし、あとちょっとこいつが本体のね温度が上昇するとエラーが出て吸えなくなるんですよ。このエラーは明らかに前より多い。前は本当になかったんで、めちゃめちゃひどい状況に置いといた時に発生したりしてたけど、グローハイパーになってからは比較的、夏とかだと1本吸ってちょっと放置して吸おうと思った時にもうエラーが出てるみたいな、うん、1回吸った時の熱とあの気温のね暑さでもう完全ダメになっちゃうみたいな、あダメになるっていうのは、あの冷えればまた吸えるんだけど、その時点でエラーで吸えなくなるっていうのが結構ありますね。うん、なんでちょっとここはいただけないかなっていうところなんですけど、それ以外は非常に満足してます。まあ吸い応えだよね結局。うん、あとね、これはあのね、毎月のようにキャンペーンやっててさ、なんか自分が買ったタイミングが損するみたいな感じになったのよ、結果的に。俺が買ったタイミングってあれやめた方がいいよね。グローってね、もうほんと毎月のようにキャンペーンやっててさ、もう自分が買ったタイミングでなんか損するパターンがあるのよ。でも多分これ買ったタイミングが俺多分損のタイミングだった気がします。うん、なんでまあそういうね、おまけ的なちょっと情報ですけど、まあそういうのもありますってことですね。はい、ネットで調べたら2本吸いできるっていうのがあるんですよ、このカートリッジね。まあ、太くてタバコの葉もね、ちょっとこれだけ見ると分かんないと思うんだけど、太いんですよ前のグローよりだいぶ。なんでこれだと1回吸い終わった後にそのまま加熱してもう1回吸えるみたいなネット情報があったんですよ。うん、ああこれ1本でね2回吸えたら倍、半額だから実質、おおそれいいなと思って1回試してみたんですけど、あのね吸えません2本吸いは無理味とか全くこだわんないならいいよただもうほんとそのまましけもく吸ってんのと一緒だから、これいけるって言ってるやつは何を根拠に言ってんのかなって思いました。はい、なんで2本吸いは無理、あ2回吸いか、2本吸いっていうか、これ2回吸いは無理。
そんなとこですね。なんかメンソール系つってたから、もしかしたらメンソールのやつだといけんのかなって思うんだけど、少なくともこの普通のね、あのメンソールじゃないやつだと2本髄した、あ、2回髄した時の2回目は完全シケモグなんで、2回髄はちょっと不可能でしたね。はい、とりあえずね、あのグローハイパーまだね買ってない方ぜひおすすめでございます。はい、まあ連続髄したい人かつね、カートリッジね、台安く、カートリッジね、これカートリッジって呼び方がちょっと分かんないけど、こっちタバコ代安くしたいっていう方はアイコスよりはお得ですから、おすすめしたいなと思うんですけど、はい、ただね、10月からかな、またタバコ税が増税されるということで、 JT のタバコの価格が出たんだけど、ちょっとねこういう洋木系アイコスとかやっぱグロア、もうこの動画上がる頃には出てるかもしれないですけど、値上げの幅が謎なんですけど、まあ、仮にね、上がったらやめようかなと思います。はい、次は本当にもう500円超えたらさすがにやめようかなって思ってるんで、そんな心配もありますけども、とりあえずねタバコ吸いたい、加熱式タバコ吸い続けるぞっていう人はグローハイパーおすすめですんで、ぜひねちょっと購入検討してみてはいかがでしょうか。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますとこれで魅力を得ますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。